鹿児島県で開催されている特別国民体育大会、年ゆる感動鹿児島国体の少年男女バレーボール競技のトーナメント3。4位決定戦、決勝が10月11日、水曜日に鹿児島市にある西原商会アリーナで行われた。表、年ゆる感動鹿児島国体、少年男女、トーナメント表共に選抜チーム同士の対決となった男子の3。 4位決定戦は地元の鹿児島県が愛知県をストレートで下した。男子の決勝はインターハイで優勝した駿台学園校が軸の東京都などを下して勝ち上がってきた高川学園単独チームの山口県がインターハイ準優勝の東山校単独チームの京都府を下し優勝を手にした。男子同様に選抜チーム同士の争いとなった女子の3、 4位決定戦は、昨年の国体準優勝を経験した終日高の福村ここゆちらで編成された選抜チームの岡山県が、北海道にストレート勝利を飾った。女子の決勝は、インターハイで優勝した下北沢聖徳校による単独チームの東京都と u 一級女子日本代表の大森幸か、西川林ら要する近南海高による単独チームの大阪府が激突。今大会、 共に出セット0で決勝まで勝ち上がってきた両チームの戦いは下北沢聖特攻が制し、インターハイに続く今季2冠目のタイトルをつかんだ。